世代を超えて残したい大切な思い出が詰まったアルバムこの八千代つづりは保存性に焦点を当て2016年京都で開発されました使われているのは千年の耐久性を持つと言われる和紙を使った和本の装定技術ですこれを作ったのは二条城の東にある会社大入り 今回の主人公は二代当主、教授大入達夫さんです。大入さんは経営者でありながら現役の教授。教授とは、和本など書籍類の想定を行う専門の職人のことです。書物の最も古典的な形態は巻物ですが、貫末を見るのに不便なことから考え出されたのが、長い紙を折りたたんで繋いだ 折本です現在も仏教の経典などに多く使われる形式です日本の教授の歴史は奈良時代仏教の伝来とともに始まりました昔はですねお経の本を書き写すとそれをまあ最後仕上げまですると。 いうふうなのが、あの、教示と言われているというふうに聞いております。まあ、ずい先にはなりますけれども、木版で印刷ができるようになると。そのあたりから、もう、その、倉庫、仕立ての方だけをするようになってきました。よく、あの、掛け軸とね、こう少し混ざったりするんですけれども、まあ、基本的に。教示の仕事と言いますと、書籍類ということになってきます。巻物、織本と進化してきた和本は。和と字へとつながっていきます。 江戸時代代に出版物の代表的な閉じ方とししして普及しました最も広く親しまれてきたのが四つの穴に糸を通して閉じる四つ目閉じです他にも五つ目閉じや後期閉じなど使う人の好みや用途に合わせてさまざまな閉じ方が生まれました何とも言えばむっくら仕上がってるなというだからむっくら仕上げるにはここですっていうんではなく。 全部が全体的にこうずっとやっていって仕上がった時にやっぱりおおっていうのがね実は絹糸で閉じる本とじの前に大切な工程があります植物繊維である造が主原料の和紙で作った「こより」で閉じる「仮とじ」ですまあ「仮とじ」という名前ですけれどもここが記本になります和本というののははね実はあの中で でそれでこうしっかり閉じてあるわけです。ですからあの外に出ている糸の部分がですね、まあ例えばこう擦れて切れてしまっても本がバラバラになるということはないんです。後で元に戻しやすい。こういうで閉じているだけですから、あの今度こうハサミでちょっと切ればまたバラバラになるという。そういうところというのは結構また可逆性があるといいますね。まあ修復なんかするときには随分そういうのは大事になってきますね。耐久性の高い和紙と。 解体が簡単で閉じ直しができる構造和本は千年にわたり後世に情報を伝えてきたのです株式会社大入は教授をなりわいとしていた大入さんの父百太郎さんが昭和26年に上京区で開いた大入商店から始まりました大入さんは18歳で父に弟子入りし和本の仕立て 修復などの技術と知識を積み重ねてきました昭和62年に大入さんが2台を継いだ頃からは全国の大学図書館や博物館などが所蔵する古文書や美術品など研究資料の修復・保存業務に力を入れるようになりましたこちらは古くなり固着した冊子をヘラで1枚ずつバラバラに剥がす開本という工程です 経年劣化や虫食いによる破損の修復は技術と根気のいる仕事です大入さんは資料の種類や想定方法破損の状況を見極め依頼者の要望に沿った修復方法を見出しますこちらは解体した本の表紙です裏に貼られた古い和紙を水分で柔らかくして取り除き表紙1枚だけを残します およそ500種類の在庫の中から最適な和紙を選び、裏からノリで貼り合わせて補強します。裏打ちと呼ばれる修復方法です。それに関わること、できるだけ広く勉強するようにしていってますんで、だから新しい素材はもういっぱい使ってます。いっぱい引き出しがあるいうのは、もうこれ我々のうちの会社のもう一番のそれそれが売りになりますね。 そのあまりにもねもう直したっていう感じになってしまうと本当に昔のその本の良さであるとかねそういうものが随分こう消えてしまうのでやはりあのその時代のものはある程度できるだけ残しながらそれでいて今後の保存がよりしやすい形っていうのをいつも考えながらあの修復のはさててもらってま,すまた大入さんはデジタル技術の進化に合わせて文化財などのデジタルデータ化にも取り組んでいます。 2メート地方の高精細大型スキャナは作品の光沢感凹凸陰影などの質感を読み取ることができ大型作品から厚みのある作品まで正確なデジタルデータを作成することができます2011年には東京国立博物館からの依頼で国宝ヒノキズ屏風のスキャンニングと複製の制作も行いました 国宝の日の傷屏風をを修復する前の形をしっかり留めておこうと目ではなかなか見えないものを少しこう角度を変えたりとかすることによってそこをなんあの高精細で取れますから後で拡大が随分できますんでね今まで見えなかったデータが見えてきたりとか修復している途中工程の中で汚れとか除去していった時にどういうふうに変わったのかと。 いうふうなことを調べるっていうか見るために複製を作るとその教授の仕事をしながらどん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 ん派生していっているということですねそして2021年大入さんはこの技術を応用して新たな取り組みを始めました和本の製本技術を用いて 文化財の修復・複製を手掛ける教授大入達夫さんデジタルアーカイブの技術を応用して世界で初めてあるものを和紙に記録することに成功しましたそれがこちらこれをソフトに読み取らせると京都1200年続く美」のタイムライン。京都は時代時代に 新しい光を放ち続けてきましたこれは大入さんが開発した画像音です音声をモノクロの模様で紙に記録しそれから音声を復元呼び戻す技術です開発のきっかけとなったのは2009年レコードの前身エジソンが発明した老感に刻まれた150年前の音源を 近代のテクノロジーでで復元するという取り組みでした。蓄音機の針に振動を伝えるために彫られた溝の深さや形状を高精細スキャナを使えば正確に測定できることに大入さんは着目しました。 やっぱり溝の深さによって、えー、黒の部分が濃くなったり朝だったら白くなったりするんですねそれをデータで音に戻すということですねですからその和紙に印刷できるわけですからそれこそ千年先でもですねもうソフトだけでこれの声を引っ張り出すっていうことができますんでその改めて古い機材を作らなくてもよいソフトだけでこれが解決していくような強みですね画像音は医療分野からも注目されています 京都府立医科大学の教授で呼吸器外科医の島田純一さんは新型コロナの重症化の前兆として肺から出される異常音を画像音として可視化することで肺の状態の変化により早く気づくことができるのではないかと考えています専用のデバイスの開発を大入さんと共同で進めています、まあ、コロナのあの起こってくる肺炎っていうのは 基本的にそういうふに肺が少し傷んでくることによって少しパリパリっとしたこの高いねあのマジックテープを剥がすような音が胸からしてくるんですがあくまで模型ですけどもここにあのセンサーである超薄型マイクがついててそしてここの音をを聴取したやつを分析できるという風になってますこちらが間質性肺炎の聴診音から作成した画像音です。 点点点でちょっと炉の点がはっきり見えますよね。異常のあるそういう高い高周性の音が出るとこういうまだらになってきますので、こういうのを視認するその音を見るというところで把握できるというのが一番大きなポイントになるかと思っています。伝統産業をいかに今後うまくこの今の時代に合わせながらですね、どういうふうに伸びていったらいいかなというのを今ずっと考えていっています。 教授大入達夫さんわしこそ千年の時を刻むことができる記録メディア大入さんは文字だけではなく音の記憶も未来に残そうとしているのです